今日のですね、週刊フレーバー、はい、今回はですね、フレンチプレスというやつをやります。フレンチプレスっていうのは、まあ簡単に言うとこういうやつですね。こんな感じの道具です。どういうもんかというと、まあ簡単に言うとこう、この部分にこうコーヒーの粉とお湯を入れて、でこの状態でここの部分ですね、網のついた部分でこうやってプシュッとこうやって下げてこしてやる、こして飲むという、はい、まあお手軽ですよね。そうですね。結構これはですね、スターバックスとかなんかが来た時に非常に流行りまして。あ、そうなんですか。はい、これ自体はすごく昔あるんですよ。昔から、まあ、はい、そうですね、紅茶もやりましたね。紅茶でもよく使われました、この、プレスっていうやつはね。はい、で、紅茶のやつと、じゃあコーヒーのやつが何が違うかっていうと、本当に言うと何も違いません。あ、そうなんですか。ハリオかなんかがハリオールとして出してるのは大体紅茶用に出すんですけど、豪華っぽいんですよ。綺麗で豪華なんですね。はい、紅茶用に。ハリオールっていうのが多分そこら辺にありますか。あるけど遠いんで届くかどうかが微妙ですかね。ああ、それですね。これがハリオールとかで見かけます、ね。はい、これがハリオールってやつです。こっちは紅茶でよく使われるやつです。コーヒーに使えないかっていうと使えます。だけどまあこじゃれた雰囲気はやっぱり紅茶用ですかね。はい。でコーヒー用っていうとやっぱりこっちのちょっとシックな感じですね。かっこいい。はい、これなんかはまあボダムっていうメーカーですかね。まあちょっと格好のいい感じのやつですね。そうですね。これそうじゃないやっぱりこうドトールとか、うんうんうん、他のメーカーのやつはもうちょっとしょぼくなります。あ、そうなんですか。でここの部分が金属のフィルターを使ってあるんですけど、はい、この部分が普通のナイロンのフィルターのやつとかいろいろございます。あ、で、今回どんなことをやるか、まあ、最初にどんなことをやるかをまず説明しないと多分いかんと思うので、はい、そうですね。はい、まず言いますけど、このフレンチプレスっていうのも、まあ、いろいろ作法がございます。で、一般的な入れ方とそれと実際にうちがだいたい推奨する入れ方、はい、その2種類でどう味が違うかをやっぱり基本的にやります。つまり今まで一般的に言われた入れ方でやるとコーヒーがやっぱ雑味が出るっちゅうのを、はい、はい、何ですか、フレン掛け声が10点これはないですね。ないんですか。それはないでしょ。結構ね、はい、そういうこの小技は使わないんで、一応正統派のコーヒー屋っぽいネタで今回頑張りましょう。はい、で、まず一般的な入れ方っていうと、大体基本的にこれこのプレスの中に一回お湯を入れてちょっと温めておいて、はい、でお湯を捨てて、そこに粉を入れてお湯をジャーッと注いで、はい、で軽く混ぜるんですね。混ぜないとやっぱりコーヒーの粉浮いちゃうんで、はい、でこう軽く混ぜて、それでだいたい3分から4分ぐらいを待って、それから下げるという感じなんで、はい、その辺をやります。それでその時にですね、これこじゃれてありますね。こういうのだと見やすい、見にくいでしょ。はい、だから今回はこれを外します。外すとめちゃめちゃしょぼくなります。味気なさすぎる。これただのビーカーじゃないですか。そうです。そうなんです。これほとんどビーカーです。はい、だから長いロングのビーカーですよね。はい、まあビーカーのがまあ使い勝手はいいですけど ね。数字がしっかり打ってあるんで、だからこういう状態で実験はやります。そうですね。見やすいです、ね。はい。まあちょっと熱いですけど、まあこの状態でやりますね。じゃあまず一番最初にやるべきこと、はい、まずお湯を入れます。アップにします。はい、アップにしてください。あ、もうちょっとでもお湯を入れます。こうやってお湯を入れて
温めるわけですね。はい。熱いです。熱いですね。熱いです。つまりこういうふうに一回この全体を温めます。あ、プレスの方も温めるんですね。こっちも温めますね。この時に例えば汚れとるとこうやってやったりなんかしてね。ダメですダメです。汚れ浮いていきますよしかも。まずい。まずいまずい。汚れまでは映ってない？映ってない映ってない。大丈夫です大丈夫です。こうやって一応全体を温めます。はい。で温めたら。すごい怒涛のツッコミが来ましたね。いや、これね、今洗うんですか？洗ってるって。洗ってるんではなくて、温めてるだけですからね。攪拌させてる。はい。はい、で、これを温めたら、はい、これをこう捨てます。捨てましょう。で、捨てて、ここにコーヒーの粉を入れます。私これこの後試飲するんですよね。心配になってきました。いやいやいや大丈夫です。すごく綺麗ですから。でまあ一応ここに20g 入れましょうかね。はい、この状態で。あ、せっかくなんでメカ一回試してみます。そうですね。はい。一応メカがありまして。こんな感じで。はい。撮影台があります。撮影台を用意しまして。はい、ガチャン。はい、ガチャンとして。で、こっちへ向けて、ここで 20g 測ります。まあ、別段これを今測る意味があんまりはないんですけど、まあ、とりあえず雰囲気のもんなんで、はい。はい。今回この撮影台を使ってみたかっただけなんで、ここのシーンをわざわざ撮る意味はあんまりないとは思います。はい。まあ、とりあえず雰囲気ですね。はい、で、この 20g のやつをコーヒーの粉に入れますね、ここに。で、このコーヒーの粉を入れて、ここにお湯を入れます。くるくる回すんですか？いや、普通は夜間で入れるんですけど、ああ、そういうことですね。夜間じゃなかったんで。夜間で入れるときは。はい、この状態で、じゃあここに置いて示しますか。この状態でちょっと軽く沈めますよね。粉を。はい。こんなもんでいいでしょ。で、ここのとこに上に置いておきます。はい、こういうセットをしまして、じゃあこちらへ戻しましょうか。はい、で、通常はこの状態で待ちますね。コーヒー浮いてますね、粉が。はい、そうですね。で、だいたいこの状態で、やっぱ動くかな？あ、大丈夫かな？この状態で、まあ、待ってから、こう、普通に、どうしてもこう、粉が中まで入らないんですね。はい、そうですね。だから、どうしても、みんな考えることは同じで、こう悔しいからこうやっちゃうんですよ、こうやって。わあ。どうしてもこういう風にやっちゃいますよね。で、これは本当はやっちゃいかんのですね。はい。ただ一般的にはやっぱり成分が溶けないんで、どうしてもこうやってやっちゃいます。で、基本的にこの入れ方、浸湿法と言われる入れ方っていうのは、このお湯と粉をこう接触させた、 ずっと接触させた状態でこう抽出するわけですよ。はい、で、この状態で3分間の時計を忘れましたね。はい、今ね、うん。今から3分でいいんですか？え、大丈夫です。はい、今ちょうど1分終わってまして。そうですね。はい、だからそこに4分で、4分でちょうどよかったですね。はい、で、この状態でやるとこう今成分こうやって溶けてるんですけど、この後プレスをこう下げればこれでコーヒーが出来上がるんです。はい、だから非常にお手軽な抽出器具ですよね。だけどこのお手軽な抽出器具っていうのも、はい、この使い方を知ってるかどうかで味が非常に変わるんですね。ああ、ここで人が動くと変化するってことか。そういうことですかね。うん、
あ、そうですね、露出が変わりますね。だからここの状態でロックをしろってことですね。結局ロック使うんですね。使ってみましょう、試しに。はい、これでロックが、あ、いい感じです。これで効きましたね。ただロックを今度は戻すことができるかどうかが問題なんですけどね。もうロックが効いたらもういい。あ、いい感じですね。じゃあこれでいきましょう。はい、東屋さんにアドバイス受けたロックを完全に使ってみました。フォーカスロックを使いました。問題は次に、外した時にはどうなるかが分かんないですけど、この状態でいってみましょう。で、今この状態を見て分かると思うんですけど、ただこれで溶かしてるだけなんですよ、はい、で勝手に溶けてるから非常に楽は楽ですよね。そうですね、うん、今回は、あ、多分ずっと使っていないからいつでも綺麗に洗ってます。あ、そうですねまあ、通常使ってるか使ってないか、まあ、重要なことですけどね。はい、うん、まあ、ね、いいでしょう。で、この紳士法でこの抽出するとどうしても起こることってなのは、やっぱりコーヒーが薄くなる傾向があります、はい、で特に薄くなるっていうのはどうしてかっていうと、物が溶けると溶けた分だけ、溶けにくくなってくるんですよ。あ、はい、つまり物っていうのはこう お湯の中に成分が溶けると、はい、その溶けた分だけこう濃度ができちゃいますよね。うん、そうすると皿の湯と比べるとものすごく溶かす力が弱くなってくるんですね。あ、な、マイクは無線じゃない。あ、マイクのコードが長いことだね。あ、すいません。無線はですね、多分どっかの呉服屋さんが買われると思うので、それを実際に試しに、はい、見てからうちも考えたいと思いますはい、だからそこら辺はよしとしましょう。期待ですね。だいたいこれで、はい、あ、そろそろ4分経ちました。これで4分経ちました。で、この状態にして、この今このコーヒーありますね。はい、このコーヒーを、ね、はい、でこの状態にしてこれを下へ下げます。はい、これで出来上がりです。簡単でしょ。あ、簡単ですね。だからこの簡単なのを、じゃあちょっと一回全体のカメラにちょっと一回切り替えてください。ジュテームって言い忘れましたね。いや、いいです僕は無視してますからで、これが今やったやつです。なんか濁ってますね。はい、そうなんですよ。やはりね、濁りが生ずるんですね。で、一応このコーヒーを一応林さんに一応飲んでいただきますが、毒味ですね。いや、毒味じゃございませんまあとりあえずちょっと一口どうぞ、はい、いただきます。いや、無視はしてないですよ、豆なくさん、まあ、師匠の言うことは無視しませんよ。ジュテーブで、このコーヒーの入れ方に対して今からフレーバー式という入れ方をします。はい、で、どうしてもこの紳士法の弱点を、実を言うとこの、プレスでも透過法に、切り替える、はい、もう完全にこれは基本は紳士法なんですけど、これを透過法に切り替えるっていう方法を今からやりますね、はい、で当然これカスを捨てなければなりません、はい、これすごく重要です、はい、で前回ネルドリップの時にも大変だったわけですよね、カスを捨てるっていうのが大変でしたね。はい、だからフィルターを使ってこのカスはどうやって捨てるか、これはまず、まあ、こうやってまず捨てます。これちなみにコーヒーの粗さってどのぐらいなんですか。あ、これはね、はい、粗くしときます。細かくしすぎるとこのやっぱりこの微粉が多いんで、はい、やっぱりちょっと粗めにしておきますね。でここからこの当然この
フィルターの部分も汚れてますね、はい、これはどうするかというと、ここで一生懸命、ああさっきやった感じで、はい、さっきのは温めただけですね。あ、そうですね、そうでしたね、はい、これは今洗ってます。はい、で泡というのが出ると、はい、この泡がゴミを引っ張ってくれるんで、はい、非常に綺麗になります。で捨てることができると、はい、もう完璧ですね。バッチリですね。全く汚れてないですね。使いやすいですね。使いやすいですね。じゃあこの状態でプレスにサイフォンのネルフィルターを装着しました。あまりやらなくてもいいと思いますよ。プレスっちゅうのの、ネルフィルターを使うか使わないか、つまり多分このなんつうんですかね、この金属のフィルターっちゅうのはオイルが通過する、はい、そのオイルの通過が非常にこの浮くオイルが通過するんですね。で前回ネルドリップを説明した時に、はいはい、本来オイルって浮いちゃいかんのですよ、はいはい、でところがこのプレスっちゅうのは実は言うと、これでちょっとアップちょっと出しましょうか。ちょっとアップ変えますね。見えますかね。ですね、ちょっとこれ外しましょうか。ちょっとこれでどっちがフォーカス外すんですか。ちょっとそのままで持ってきます。でここの部分を油が映るかどうかが外します。はい、さすがにちょっと見えないかもしれないです。ちょっとね、油が見えませんね。油が見えません。そうですね、見えないですね。ちょっと見えますかね。今非常に頑張ってます。あ、見えません。あ、そうですか。そうですね、ですよね。画素的にそうですね。なんて説明したらいいかな。油浮いてます。そうですね、こういう時はあ、そう、そんな感じです。ちょっとテカテカして、そうですね、細かい こっち側に向けたらどうでしょう。あ、こっち側から光が向こうなんで、だとあ、こんな感じです。この感じわかりますかね。今ここでちょっと表面に白っぽく反射しているのが油ですね。はい、ですはい、はい、まあ見えなくても見えたふりしましょう。まあいつもよくあることですが、はい、で今からだから今度は僕の手がテカテカ、あ、よいしょ、まあいいや。ですね、次はうちのフレーバー式っていうこのプレスの使い方します。はい、フレーバー式のプレスの入れ方。今度はどういうことをやるかというと、浸湿法の場合どうしてもこう粉をこう混ぜないとやっぱり成分溶けないんですね。はい、でそれをわざわざ透過法をここに試みるというところがポイントになります。わざわざ、はい。でまず温めます。こうやって温めますね。でここでガサガサやるとまた洗ってるというふうに言われるんでガサガサはやりません。はい、あ、よければここ行きます。はい、ね、下がっちゃうんですよね。でここでガサガサはやりません。あ、もう綺麗ですから、綺麗な状態だとガサガサ必要ないですね。はいはい、でここでまた測ります。先ほどと同じ 20g を測りますね。で測りました。で今度の入れ方のポイントは何かっていうと、簡単です。さっきはここに最初に粉を入れました。はい、こっち見てください。ああ、こっち、ね、カメラ目線で、はい、はい、
はい、慣れてないので今回初めてなんでこの装置、はい、さっきはこれここに粉を入れましたね、はい、今回はここに粉を先には入れません、はい、どうするかというと先にお湯を入れます、はい、この時に滑るんですよね。これ困る。暑いですもんね。暑いですね。でこうやりますね、はい、でここに対して粉を入れます。ざーっととこれじゃあどっちみち混ざらないですよね、はい、でどうするかっていうとここからです。あ、じゃあこっちに変えてください、はい、はい、ここでフォーカスロックうまくいきますか、ね、頑張って、はい、はい、このあとですね、このフィルターの部分を水面よりも下へ下げます。この状態にします。少しずつ粉が落ちてますね。そうすると分かりますかね、これここのとこから泡が出てるの分かりますか。ちょっとプクプクしてくる。見えますかね。ちょっと反射してる。もうちょっと回してあげるかもしれない。じゃあもうちょっと回す。あ、いい感じです。泡がこれ出てるんですね。わかりますかね、わかりますかね。あ、出てます。あ、はいはい、結局はここで泡が出てますよね。コーヒーの粉は全く動か、はい、今度は全く動かさないんです。はい、逆に今回は全く動かさずにただこのまんまでずっと維持します。あとここの部分の上と下と濃さが違いますが、わかりますか。あ、ちゃ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 っと暑いです。じゃあカメラの方を動かすといいと思います。ですね。つまりこれが下の方。下は透明なまんまですね。で上は成分が出てる状態になってます。でここに真ん中にコーヒーの粉があるわけですね。でこの真ん中のコーヒーの粉のガスを抜くために水の中に押し込んだんです。ああ、なるほど、そうなんですね。とこの状態ではガスが抜けちゃえばコーヒーの粉というのはここに止まったまんまですね。全く一回も動かない状態ができるじゃないですか、はい、だからこのガスを抜い、まあ普通にまあコーヒーの立てる場合は蒸らしってってガスを一回抜く作業をやるんですけど、はい、コーヒーの抽出ではドリップとかなんかでもね、それと同じことをここで一回水の中につけることによってガスを抜きます。でガスをしっかり抜けた状態にしてこの上の棒ですね、このフィルターを押し下げる棒なんですけど、これをできる限りゆっくり下げます。でできる限りゆっくり下げると下にあるこのお湯はこのコーヒーの粉が下へこう降りてきますね、はい、とここにあるお湯はどこへ行くかというと上に上がってくるでしょ、はい、だからその時にこのコーヒーの粉の中をお湯が透過するんです。はー、なるほど。だからそれをゆっくりわざと透過させるようにするとコーヒーの粉は攪拌を一度もしなくて粉も動かない状態で抽出が可能になるわけです。なるほど。そうするとそれをするだけでこの3分経ちました。3分ですね。であと1分ぐらいですね、はい、まあそこは雰囲気になりますけど、とここでしっかりとガスが抜けてこれを透過させてくると粉が全く動かない状態でお湯が通過する。で全く動かなくて通過するとどうなるかっていうと雑味が溶けにくいんです。なるほど、松屋式ですね、はい、基本的には松屋式と考え方をここに同じにするんですね。そうすることによって基本飲みやすい綺麗な味の、プレスができるということになります。だからポイントとなるのはこうお湯を先に入れて粉をこう浮かべて、その浮かべたコーヒーの粉を、
このフィルターをちょっと下げて、お湯の中に沈めてやる。ちょっと下げるのがポイントですね。 その沈めてやることによってガスが全部、外へ出ようとするんで、それで外へ出してやって、それから時間になったらこれを下へ押し下げるだけ。で、押し下げると当然下のお湯がこのコーヒーの粉の中を通過するんで、はい、通過して成分が溶ける、はい、中状態ができます。ジュテイム言うかな、ジュテイムを言う担当は僕ではなくて、一応林さんがアシスタントなんで、アシスタントが、はい、言うことになります、はい、じゃあこの状態でいきます、はい、こっちに変えます。じゃあ戻しますね。はい、じゃあ戻してください、はい、じゃあジュテイムは期待してください。ジュテイムは僕じゃないんで、はい、期待してください。あ、そうですね、これすごくゆっくりと落とすんで。どのぐらいゆっくりなんですか？これはだいたいイメージとしては人間の手の重さ、手の重さをここに置いてそのまま重さで落ちるだけ、そういう感覚でいきます。それではいきます、はい、みんな多分すごく期待してる。ここ期待しないでください。で、じゃあここでいきます。ホスト、今ここの部分、この上の部分の色合い、この部分の下の部分が薄いのがここを通過すると濃くなってきます。はい、いきます。ジュテー、これ無理ですよ。遅いですよ。そうなんですよ、遅いんです。こう遅く通過させることに、皆さんご一緒に、いや、ジュテーム。誰もやらないっちゅう。めっちゃみんな言ってますよ、ジュテーム。あ、本当だ。素敵。皆さんノリがいいですね。ここをとにかくゆっくりやらないとダメです。で、何かっていうと、ここをゆっくりやるっていうことは、はい、ドリップでも何でも基本的にはこのコーヒーの粉の中を通過するスピードっていうのがやはり遅くないといかんのですね。だからこの遅くこうやって通過させる必要があるんです。ゆっくりゆっくりで下まで落ちましたね。はい、でこれを全体の映像に変えましょうか。でこれが今入れたやつですね。皆さんジュテーム大好きですね。もう1回か2回ぐらいはコーヒー多分出すんで、またその時にジュテームいきます。でこの状態で、まあ、さっきと同じように刺しますね。透明ですね。でさっきは濁ってたのに。そうですね。で嫌味が少なくなってるんですよ。ちょっと飲んでみてください。お茶のような色合いで、はい、あるかな。はい、じゃあちょっと飲んでみてください。熱そう。はい、2つを飲み比べると雑味が違うでしょ。違います。あ、これ嫌な味がする。つまり何かというと、この火の粉を攪拌させるっていうことはどうしても雑味が出るんですね。だからその部分を出さないために基本的には粉を浮かさなかったんです。ちょっとだー分かりにくかったな。はい、で問題はこれ今こうやってプレスで入れましたね、はい、このプレスで入れたコーヒーって本当はどのぐらいの濃さがあるかって思いません？そうですね。つまりどういうことか、どういうことが言いたいかというと、実は言うとこのプレスでさっき一番最初にやったコーヒー、はい、このコーヒーというのは実は言うと当然微粒子も入ってるしオイルも入ってます、はい、ということはその微粒子とオイルが消えたらどういう味になるかって思いません？つまりそうです、ね、松屋式の場合は松屋式でコーヒーを立てました。そのコーヒーを立てたのをペーパーフィルターでこしても同じ味になります。はい、それに対して今からこのコーヒーを今から、ペーパーフィルターでこします。新しいですね。こうするとペーパーフィルターでこすだけで実は味が全く変わります。それが基本的にまずくなります。
え、まずくなっちゃうんですか？まずくはなります。だからそれをちょっとやってみますね。はい、ちょっとぶつけちゃう。期待なんですけど、期待したくないですね、美味しくないって言われると。はい、じゃあちょっとやってみます。つまり本来プレスという機械は本来こすべきものではないです。はい、こすべきものではないけど、ね、今回はこしちゃいます。はい、あ、ちなみに、薄いか薄くないかっていうと、こちらの方が薄いですよ。フレーバー式っていうのは単純な透過法を強引にやってるんで、濃さでいうとかき回した方が濃くなります。ちょっと待ってね。はい、やってる。これでこう水こうやると洗ってって言われる？それ皆さん次第じゃないでしょうか。はい。はい、あ、そうですね。林さんをやっぱり毒味で使うんで。今日は毒が多いですね。大体皆さんのタイムラインが毒が多いかもしれないですね。はい、あ、そういうことですね。で、一番最初にやった通常の入れ方のやつ、これを少しだけ他の方に残します。はい、これ残します。はい、でこれをこします。油が取れちゃう。そうですね、油と微粉が取れますよね。そうすると結局はどういうことかっていうと、本来プレスで溶かすべき部分あるじゃないですか。はい、その部分が結局オイルだとか微粒子だとか、はい、その辺もプレスの場合は味になるんですね。つまり味になるっていうことは、その味が消えちゃうと、はい、実はとこの浸漬法の場合のこう弱点であるこう薄さの部分が強調されてくるんで、でこの状態でちょっとなんで途中でやめたかっていうと、出なくなっちゃいまして。ああ、本当ですね、止まっちゃいましたね。はい、そのうち多分こせると思うんで、このまま待ちます。でこちらがはい、詰まりました。こちらがですね、最初にあったやつです。通常の入れ方ですね。通常のやつです。でこちらがこしたやつです。とこすとちょっと透明感はこちらの方が出るんですよ。ちょっと量が違うんであれですけどね。ちょっと分かりにくいですかね。ちょっと分かりにくいですね。はい、じゃあちょっと、あー、でも透明感全然違います。はい、こっちは濁ってます。はい、飲み比べてみます。はい、まあこれ自体もあまり美味しくないですけど。そうですね。はい、味が変わるんですよ。なんかほったらかしたみたいな味がしますね。つまりどういうことかというと、基本的にペーパーでこすだけで味が変わってしまうんですね。つまり2つの味が違うでしょ。違います。つまり普通のペーパードリップの場合は味が変わらないんです。だけどこのプレスでやった場合は、この微粉とオイルを抜くだけで全く味が変わっちゃうんですね。全然違いますね。はい、これがもともと結局なんつうんですかね、浸漬法、はい、こうつまりこう混ぜた状態でお湯の中につけた状態でやる部分の、はい、まあ、弱点に当たるわけですよ。だけど実は言うと、僕はこれ言うとここの部分だけ喋ってると、なんかすごくこの入れ方に対して批判的に聞こえてしまうかもしれませんが、実は言うとこの入れ方っていうのが僕にとってはすごく重要な部分があるんですね。そうなんですか。実は言うと僕がアポロという機械を作ったんですけど、アポロっていうのは何かっていうと、まあ簡単に言うとオイルを通す技法なんですね。はい、つまり
松屋式の弱点っていうのがどちらかというとこのオイルが通りにくい、つまりミルクに負けやすいという弱点があるんですけど、はい、そのミルクに負けやすい弱点を、なくすというあの画期的なあの装置がありましてですね、その装置を、やる研究の時に、はい、実を言うとその松屋の先代がこう作り上げたあのアポロというこのキリマンジャロの山でコーヒーを立てて美味しかったっていうところから作り上げた装置、あの 0.8 気圧という中に減圧した状態でコーヒー立てて美味しかったという装置をですねあのやった時に、その現象と似た現象を作る方法はないだろうかと僕が研究してた時があったんですよ、はいはい、その時にこのプレスっていうのは基本的にこのオイルがあの出るっていうのがすごい特徴なんです、はい、そうですね、油がやっぱ浮くぐらいの油です。で本来で言えばあの練るの時には言いましたけど浮く油は NG です、はい、だから根本的に言うとこれはマイナス要因ですね。だけどこの油が松屋式に入ったらどうなるだろうかっていうあのことを僕は考えたんですね、はい、で松屋式自体実際にまだ何もやってないんですけど、我々本当に言うと松屋式を全くやってない状態で松屋式をこうやって何回でも語ること自体が皆さんご存知ですしね、またね、まあ、そもそもおかしいとは思いますが、はい、松屋式で立てたこのものすごく濃く出した旨味の成分のコーヒーに実を言うとプレスで立てたコーヒーを混ぜると実を言うとミルクに負けないコーヒーが出来上がるっていう現象が起きるんですね。だからそこら辺を今からちょっと実演します。こうするとこのプレスっていうのの価値が今までちょっとどちらかというとこのバカにしたっていうかこの批判的に聞こえておったかもしれないけども、はい、本当に言うとそうではないんだよ、僕はあのプレス不安だよというこう雰囲気アピールするためにですね、そうそうそう、はい、あのいろいろこのプレスにもね事情があるんで、はいはい、いいよこの機会はって言ってね、そうですね、はい、いろいろなところで怒られるといかんので、一応あのプレスの良さっていうのをあのアピールするために松屋式とこのプレスを混ぜるっていうことがどういうことかっていうのを一回やってみます、はい、でまたさっきと同じようにこれを洗いますね、洗うわけですね、こう一生懸命振ります、はい、こう振ります、ね、こうやって手軽にこうね使える機械ですね。で実際にこれだけ、アップのカメラの方がいいですかね。そうですね。じゃあ、アップのカメラでちょっとここを説明がてら。残ってますね。これが、さっきの、一番最初に粉を攪拌させた時のプレスの、微粉ですね。はい、だから、これだけ微粉が。意外と入ってるんですね。入ってるんです。この状態のやつを最初に、林さんが飲んでたわけですね。そういうことですね、はい、でも取るとまずくなるんですね、はい、取ったでまずくなるという。で実際にさっきこっちの薄い方の側ありましたね、はい、これは透過法を使いましたね、はい、だから透過法を使ったものも一回こしてみましょうか。あ、これをこしながら次のシーンを作るという、なるほど、ね、やっぱ合理的にいきましょう。合理的に、うん、でこっちもこうしますね。松屋式プレスですか。はい。まあすき屋式、すき屋、すき屋はよく使いますけどね。はい。使うですか。あ、よく使いますね。私も割と好きです。はい。
スキヤこう僕が帰る方向にあるんで非常に都合がいいんで、うん、そういう実情もあって、はい、あ残り方が全然違う。こちらが普通にプレスした方の、なんていうか残りカスビーフン。そうですね、起こしたやつですね、うん、でこちらが松屋風プレスのビーフンです、はい、全然違いますね、まあつまりビフンの量が基本的にはこちらの、うちがやるやり方の方が少なくなります。はい。でまたこうやって掃除します。ここは掃除です。一番最初にやったのは掃除じゃなくて温めてただけですね。あ、そうですよね。全然綺麗でしたもんね。ノーコメントですけど。こうやって掃除します。はい。はい、これで掃除しました。で、今からどういうことを今からやるかと言いますと、こちらでプレスをやっちゃいます。はい。こちらでプレスをやっておいて、もう一個松屋式でコーヒーを立てます。はい。それをまあ混ぜた状態で飲むコーヒーですね。はい。その状態で実際に林さんに飲んでいただくということをやります。はい。今度は味見ですね、毒味じゃなくて。あ、毒味じゃなく味見です。あ、まあ毎回味見だったんですけどね。味見です。非常に味見でしたね。はい、非常に味見でしたね。はい。はい、また 20g 測ります。20g 測ります。そして、同じように。これは先ほどの松屋式っていうかうちのやり方ですね、はい、ここに下へ沈めた状態にしておきます。ここでまずこっちは終わりです。はい。で次はまたちょっと浸すのがポイントですね。そうですね、たくさん浸しちゃうとあと通過させる距離が短くなるんで、でこの状態にしまして、次に今度は 50g、 松屋式は 50g でやるんで 50g 測ります、はい、そうなんですね。私はまだ松屋式をしっかり教わってないので、はい、またやります。雰囲気で、はい、結構実験が大体ついたら完全に正式版で松屋式をやります、うん、フレーバー式ジュテイム、うん、そうですね、ジュテイムは最後にこすときにはジュテイムが入ります。あ、そういうことですね。はい。で松屋式の方は普通に、まあこの場合に普通にっちゅうのがまだ説明もしてないのに普通もないと思うんですけどこれが、はい、まあこれはこれということで、あ、これはこれということで、うん、でここに 50g 入れます。入れます。で今回はちょっとここが上が使われてるんで、ここの下を使いましょう、はい、うん、で穴を掘ります。で素人の方は背中を使います。こんな感じで背中を使います、はい、で慣れてきたらこっちの腹を使ってもいいです、はい、いいです。まあ簡単に言うと適当っていうことですね、まあ、掘ればいいってことです、ね、掘りゃいいってことですね、うん、まあいわゆる雰囲気ってやつはいですね、はい、なんせ今回松屋式の説明ではなくではないです、ね、プレスがメインなんで、はい、はい、サブなんで松屋式はね、じゃあじゃんじゃん出てきててます。はい、泡が抜けてますもんね。出ますね。で、ここで、お湯を95度にあります。はい。で、このお湯を95度に上げるというのはですね、実を言うと、
この沸騰した方が蒸気は多いんですよ。はい。で蒸気は沸騰した方が多いけど、実は言うと沸騰するとお湯は暴れるんですね。そうですね。で暴れさせたくないんです。そこで暴れない温度で蒸気の多い温度、それで95度使います。なるほど。で軽く振って一回余分な蒸気を抜きます。はい。でここから真ん中にお湯差します。中だけ。はい。で下に落ち始めたのを確認して、濡れてるとことか沸いてるとこの境界部分に刺しますね。今日なんか初めての方が何かいらしてますね。ありがとうございます。あのアシスタントの、林さんがジュテームというので期待してください。え、言うんですか？いやいや、こっちでね。あ、そういうことで、はい。で、3分間蒸らします。はい。だから3分間蒸らしてる間もこう、プレスの方もほったらかしでいいですね。これは何分ほっといてもいいんですか？あ、これ何分ほっといてもいいです。普通には4分と言われてますけど、攪拌動向で4分なんで、はい、攪拌が1回もない場合は別に何分置いといてもいいです。あ、新しいですね。はい、はい、全然関係ないです。成分を溶かす時に雑味が溶けるか溶けないかの時に、はい、この今コーヒーの粉を通過させる時にしか成分溶かさないんですよ。はい。つまりこの状態で今成分溶かしてるわけじゃないんで、はい、この場合はもうそこは気にしなくていいです。だからこれは5分とか何分を置いといても、まあそう大した問題はないんで、はい、気にしなくていいです。限度はどのぐらいですかね。豆楽さんが3日待ってもいいですかっていう。あ、3日待つと多分ね腐ってますだそうです。はい、残念です。腐ったコーヒーはちょっと微妙ですね。はい、そうですね。まあだけどチャレンジするっていうことは大事なんで。豆楽さん素敵ですね。はい。だから豆楽さんがチャレンジするのは僕は応援します。じゃあ来週感想が聞けるかもしれないですね。そうですね。豆楽さんが3日経ったコーヒーを飲んでどんな感じだったか、味わいを、味わいをね、うん、それはいい挑戦だと思いますね、うん、じゃあそれを林さんがどうちょっとそれと勘弁して、じゃあ私は感想だけ聞ければ嬉しいかなまあそういう意見もありますね、はい。でこれ今松屋敷を今やるんですけど、はい、この松屋敷っていうのはもう基本的に旨味の部分だけを溶かすっていうのに力を入れます、はい。つまり旨味の部分を溶かすっていうのはどういうことをやることかっていうと、結局はこの今3分間蒸らしているわけですよね、はい。で実は言うとこっちのプレスの方は実はそれよりも前からこのコーヒーの粉を水の中に入れておりますよね、はい。実は言うとこれプレスの方沈んでないでしょ。そうなんですよね、浮きっぱなしなんですよね。これどういうことかというと、コーヒーの粉というのは水の中に3分、まあこれお湯ですけど、はい、お湯の中に3分つけておいても実を言うと蒸れないんです。え、そうなんですか？本当を言うと蒸れないんです。つまりガスが抜けれないんです。どうしてかというと、コーヒーの粉の中のガスって気体じゃないですか、はいはい。まずこれは正確には炭酸ガスです、はい。でその炭酸ガスっていうのは当然水をどけて出てこないと泡として抜けれないんです、はいはい。つまり水をどける力っていうのが結構力がいるんですね。あ、だからここに3分間以上このコーヒーの粉は置いてあるにもかかわらず沈んでいかないんです、はい、はい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 。今これで3分間松屋敷のこっちが3分経ちましたね。そうするとこれは水蒸気がコーヒーの粉と接してたんです。つまり水ではなくて水蒸気なんです。そうするとコーヒーの粉の中のガスは完全に抜け切ってお湯が中まで入り込めるようになるんです。だから出てくるコーヒーが濃いっていうのはなんで濃いかというと、結局はコーヒーの粉の中に入り込めるからなんですね。なるほど。
つまりプレスの方はこういう、未だにコーヒーの粉が浮いてるということはコーヒーの粉の中にお湯が入り込める環境ではないんです。そういうことですね。それから考えると本当言うとこのプレスで、うちの、やり方っていう、まあ、スタイルですけど、はい、この浸湿法を成田家透過法に近いような入れ方っていう方法をとってますけど、はい、基本的には蒸れてないわけだから。あ、そういうことですね、うん、だから松屋式のような濃さは基本的に出ないんです。つまりコーヒーの粉の中のガスが完全に抜け切った状態でお湯が通過するわけじゃないんで、はい、だから当然コーヒーの粉こう例えばこのフィルターを下へ下げますね、はい、でフィルターを下へ下げても基本的にはコーヒーの粉の成分的には残ってしまうんですね。で松屋式の方はこうやってものすごく濃いコーヒーができました。濃いですね。これ真っ黒系に見えますけど一応、はい、透明感のあるコーヒーなんですね。そうですね、濁ってはないです、はい、綺麗です。でこの次ですね、今度これです。はい、じゃあ次10テームいきますよ。はい、じゃあ10テームこの状態でいきます。あ、そうですね、いいですよ。はい、あ、皆さんいいですか。10テームですよ妙な緊張がはい、じゃあ下げます。はい、はい、どうぞ。はい、10テーム、はい、こういうもんってさ、はい、恥ずかしいと思うときついよね。そうですよ。はい、いかがですか。いや僕は嫌だ。1声10テーム。いや10テームいいわめちゃめちゃね、僕ねこういうのダメなんですよ超みんな10テーム10テーム言ってますよ愛に溢れてますね。うん、愛よりもあったら何考えとんのって僕は思ってしまうんですけどまあいいですけどね。いいです、でいいです。これでしっかり、はい、やりました、はい、でこの状態でじゃあ、全体のカメラに切り替えましょうか。はい、はい、戻します。はい、戻してください。はい、じゃあ全体のカメラに、はい、落ちましたね。はい、全体のカメラに雑音失礼しました。はい、今林さんのカメラじゃなくてマイクが落ちました。で、こちらが、プレスです。はい。で、プレスで、で、こちらが、大道芸人。あ、大道芸人なんですか。あ、すごいですね。すごいですね。これ、ぜひ来て見せてもらいたいですね。そうですね。で、これ今、こちらが松屋式でやった原液です。はい、これが、まあ、ある意味コーヒーの旨味の成分を溶かしたと思ってください。はい、でこちらが、プレスで出したコーヒーですね。はい、で問題はここのコーヒー、これとこれを混ぜた状態とそうじゃなくてお湯と混ぜた状態、つまり松屋式は基本的にこれを倍に薄めますんで、はい、だからお湯と薄めたものとこれとの差っちゅうのがあるわけですよ。それをちょっとやってみますね。でどうやってやるかというと、ここでなんか理系ですね。理系ですね。フレーバーらしいというか、はい、でここで出てくるのがビーカーですね。はい、ビーカーです。これビーカーです。マジビーカーです。はい、プレスもこれ長いビーカーですねこれ多分ビーカーを作ってる日本で作ったら、まあこれはボダムだから違うでしょうけど、はい、多分ハリオかなんかが作るでしょうねハリオビーカー作ってますもんね。で火を吹くのはやめましょうすごいですね。基本的にホラを吹くのはいいですけど火を吹くのはまずいです。あ、うまいこと言いますね。火はダメですね。火はダメですね。火気厳禁ということ で、はい、でここにコップを2つ用意しました。はい、でここにまあ何 cc? 60cc でいきましょうか。はい、60cc の松屋式原液。はい、60cc。
これ完全に理科の実験っぽいですよね。いやこれ最初から理科の実験っぽいですよこの番組言わせていただきますけど。あ、そうっすか。はい、失礼しました。はい、純松屋敷の倍に薄めるタイプですね、はい。まあ本当は正確に倍に薄めるわけではないんですけど、はい、まあ雰囲気ね、まあ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 。で今度はこちらです、ジュテームコーヒー。はい、ジュテームのコーヒーですね。お、 60cc、 60cc やりました。でこれをこう混ぜます。はい、でかき回します。これね、かき回さないと水っぽくなりますからね、コーヒーは。あ、そうなんですか。あのコーヒーというのは実は言うと特に松屋式というのはこの濃いコーヒーを出して薄めるんですけど、はい、薄めた時に実は言うとしっかりかき回すことによって初めてあのコーヒーの原液と水が混ざってくれます。実は言うと混ぜないとどうなるかというと、コーヒーの成分と水がこう交互に舌に当たるとどうなるかというと、人間の味覚は水っぽく感じるんですね。だから今はしっかりかき回したんで綺麗に混ざってはいますけど、これ混ぜなくてやるとあのどんだけ濃いコーヒーでも薄く感じるんですよ。水っぽさが出ます、ね。はい、ということをまたあの松屋式の時にやりましょう。はい、そうですね。でこれが、1個目が松屋式のコーヒーになります。はい、はい、どうぞ。いただきます。美味しいですね。で次いきます。で今回こちらが松屋式とプレスのコーヒーを混ぜたものです。はい、ドキドキですね。はい、コーヒー自体はこれ油が入るんですよ。あ、だから口の中に実を言うと回る感じがあります、うん。でこのコーヒーがどう違うかというと、ここにコーヒーやコーヒーミルクが合いそうな、はい、ガツンとした味がしますね。ここに2つの こっちは純粋な松屋式です。でこちらは、プレスと混ぜた、松屋式ですね、はい。でこれをこうミルクを入れます。でかき回します。はい、ちょっと色が違ったねちょっともうちょっと入れるか、まあ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 、よいしょ、もうちょっと入れるか。でも元々の色も違いますよ ね、コーヒー、まあ、こんなもんで同じぐらいですね。はい、でこちらのコーヒーは、はい、まずミルク化学になります。松屋式ミルクで、はい、あのオイルがないコーヒーは基本的に、うん、あのどうしてもミルクを入れた時にミルク臭くなります。ミルク臭いですね。でもう一つの方どうぞ。こちらはオイルが入るんで、オイルが入ると基本的にミルクに負けなくなります。あ、全然違いますね。はい、これが結局プレスのオイルを使うことによって あのミルクに負けない状態の松屋式を作ることができる。で実はこの味がアポロと似てたんです。そこでじゃあオイルを通したらコーヒーってうまくいくってことって思った。なるほど。だからあのアポロを作るときには基本的にそのオイルを通す方法を考えればよかったんです。そっからアポロっていう機械はすごく小さなものになりますね。最初アポロってちなみにあるんですか今。 ありますよ。後で見たいです。はい、はい、あの後ほどで、じゃあ後ほどですかね、はい、もう10時になっちゃいますけど、はあ、早いですね。はい、あの無理です。じゃああのアポロをここで見せただけにしましょう、はい、そうですね、見せるだけで実際にどんなもんかっちゅうのを見せるだけにしておいて、あのまた別の機会で、また別の機会にやるっていうことで、はい、じゃあアポロを見せるだけします。はい、はい。
か持ってきました。すごいですね。予想外のものが出てきました、はい。じゃあ、説明します。アポロ、正確にはこれをあのうちではアポロくんと呼びますけど。はい、アポロくん。これはどういうことかというと、油というのはどうして通らないか、はい、紙結局紙で止められてしまうかっていうと、ネルドリップの時に少し説明したんですけど、はい、紙に水がついたことによって油というのが通過しにくくなる、はい、つまり水と油の反発力で、通過しにくく、あ、月に行くのに近いんですよこれ実は。別の僕を読んでしまいましたが、はい、水と油の反発力で結局通りにくいわけですよね。で、油を通す方法としてはネルドリップなんかは油を通せるわけですよ、はい、それはなぜかというとオイルで汚れたからですよね。オイルで汚れた、ネルというのは油を通すようになります、はい、だけど基本的にオイルっていうのは基本的に液体でしょ。もともとオイル缶といっても液体なんで、はい、液体だったら水と油の反発力よりもちょっと強い力で引っ張れば通るでしょ。ということでこれはここのとこにパッキンがあります、はい、でこれをこう入れるとパッキンで止まりますよね。でここにポンプがあります。これ真空ポンプのようなもんと思ってください、はい、でここをこうつないで空気を引っ張ります。でここにペーパーフィルターがついてコーヒーの粉が入って、はい、もっとここの圧力が下がりますよね。ああそういうことですね。で下がった状態でここからコーヒーお湯を刺すとどういうことが起こるかというと、ペーパーフィルターとについた水、つまり水と油の反発力よりも強い力で下に引っ張ります。そうするとこのさっき、プレスと松屋式を混ぜたコーヒーのような雰囲気のコーヒーがもっと綺麗な味になります。おーすごいですね、はい、そういう部分の装置がアポロくんです。これを作る前の段階の装置はコーヒーメーカーを 0.8 気圧の箱に入れて動かすっていう装置を作りました。作ったんですね。はい、30万円ぐらい。わあ。でその装置はもう完全にもう人があげました。あげたんですか、もらってくれた方がいたんですね、はいはい、一応神奈川県のお医者さん開業医の方が持ってきました、ポルシェで来てかっこいいそれを持って帰りました。かっこいい。まあそれはいいんですけどこっち置いておいて、はい、そんな感じでまた多分ないつかは分かりませんがこのアポロに関しても、せっかくなんでこの週刊フレーバーでやってみたいと思います。でこれなんかは実際にはこの圧力を引っ張る力を変化させると全く味が変わってくるんですよ。ああ、その飲み比べもできちゃうんですね。はい、できちゃうんですけど、まあ今回はここでやめましょう。はい、そうですね。もう時間も、はい、押してますんでね。はい。だから今回だから、プレスに関することを大雑把に説明しますと、プレスという道具が悪いわけではないです。特にスペシャリティやっておられる方々はプレスをすごく推奨する。それはそうなんですね。そうです。それは何でかというとスペシャリティっていうのはどっちかっていうと豆の質を PR っていうかアピールしたいわけですね、はい、でアピールするときに実を言うと同じコーヒー、例えば僕らコーヒーを立てるっていうのは抽出の技術なんですね、はい、抽出の技術で旨味成分だけを溶かすっていうのがプロの技だと僕は考えてます。だけどみんな素人じゃないですか、はい、ことをやっぱり素人である以上はやっぱり下手でしょ。そうですね。で下手な状態でやってもそこそこ飲めるコーヒーが作れる。つまりどういうことかというとこれで立てた時にスペシャリティの豆っていうのはやっぱり味が綺麗なんでクリアっていうのが基本的にスペシャリティの一番の特徴なんですね、はい、そのクリアさっていうのが結局プレスでやった時に雑味が出にくいっていう特徴になるんですね。だから逆に言うとプレスでやった場合は
まあある意味スペシャリティとそうでない豆の差が大きく出るんで、まあ簡単に言うとこう差別化がしやすい。なるほど。ちゅうふうな言い方すると嫌味に聞こえるので、いやいやでもよくないですね。スペシャリティをね、まあスペシャリティは差別化した豆ですからね。そうそう、素晴らしいですね。スペシャリティ万歳ということで。はい、万歳ということで、はい。ちょっと方向性が変わりましたけど。はい、はい。という感じで、今回の、プレスのお勉強を、はい、今回は、終わろうと思います。はい、で結局まとめをしてなかったですかね、今。スペシャリティ万歳になっちゃいましたね。ですから、お湯を先に入れておいて、コーヒーの粉を上から乗っけて、で、この、フィルターを水面よりも少し下げる。下げた。で、下げた状態で、あとはもう時間ある程度、4分とか、あんまり気にしなくていいです。4分でも5分でも6分でも。冷めないぐらいで。冷めない程度に。押してあるといい、ね。ただ、豆楽さんのように3日間置くのは、ダメですね。そうですね。多分腐るでしょうね。マメラクさんまで実践してませんから、ね。あ、してないね。ね、その状態でゆっくりとフィルターを下げていく。そうすることによって雑味は、溶けにくいということになりますね。あ、ちょっと質問来てますね。はい、お湯は何 cc ですか。これ今 20g 入れたんですよね。はい。あのね、大体基本的には僕の考え方は。コーヒー1杯が 120cc で、はい、2杯だったら 240cc、はい、で、だいたい 10g で1杯分っていうふうな考え方を持ってます。だから 240cc と考えてください。はい、はい、そんな感じでよろしいですかね。ということで、まあ、今回の、プレスに関する、お勉強会は、はい、あっという間に1時間でしたね。はい、こんな感じで、はい、あ、ちょっと、押してますね。押しちゃいましたね、はい。今度からは押さないように頑張ります。はい、適当に頑張ります。はい、ということで、皆様、おやすみなさいということで。はい、おやすみなさい。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。